ノムさんの愛称で親しまれ、現役時代は戦後初の三冠王に輝き、監督、野球解説者としても高い人気を誇った野村克也氏。南海ホークスにテスト生として入団し、戦力外の危機を経験しながらも、持ち前の研究熱心さで食らいつき、数々の記録を打ち立てました。プロ野球史に残る名捕手であり、名監督です。今回はそんなノムさんがプロ野球生活60年で出会った、打者、捕手、監督のそれぞれの目線から選んだ、ナンバーワン投手の凄さや思い出に迫ります。一流は一流を育てる。三冠王野村克也が打者として対戦した中で一番と評価した投手は鉄腕稲尾和久投手です。西鉄ライオンズのエースとして君臨し、現役通算で276勝を挙げた稲尾投手。ストレートの球速こそ速くなかったものの、キレと伸びが素晴らしく、受けたキャッチャーミットが上に弾むほどと言われていました。稲尾投手のキレと伸びがある速球をノムさんは、ミットは嘘をつかない、稲尾のボールを受けたミットからパーンという心地よい音が響いたと振り返っています。さらに変化球も一流だった稲尾投手、特にスライダーは絶品で、右バッターの外角へ滑って消えていくような軌道だったといいます。ノムさんはこのスライダーが全く打てなかったため、オールスターで稲尾投手とバッテリーを組んだ際に、あえて全球スライダーのサインを出してその軌道を見ようとしたこともありました。またスライダーと逆方向に変化するシュートも稲尾投手が得意としたボールの一つです。シュートで右バッターのインコースをえぐり、その直後にアウトコースに逃げていくスライダーを投じる、この左右をつく変化球でバッターを手玉に取るのが稲尾投手の投球術となっていました。そしてノムさんは、稲尾投手の正確無比なコントロールこそがこの投球術を可能にしていたと語ります。稲尾ほどコントロールのいいピッチャーを私は見たことがない。構えたミットに寸分たがわず投げ込む精密さもさることながら、その制球力を武器に稲尾はストライクゾーンを広げることができた。稲尾投手がストライクゾーンを広げる方法をノムさんは次のように解説しています。まず稲尾投手は正確なコントロールでストライクゾーンのギリギリいっぱいに投げ込みます。そして審判がストライクを取ると、次はもう少しだけ外側にずらして投げ込むのです。すると審判は、稲尾投手はコントロールが良いというイメージがあり、思わずストライクとジャッジしてしまうそうです。こうして徐々にストライクゾーンを広げていき、バッターが手の届かないような遠いところまで広げていってしまうのです。もちろん難攻不落の稲尾投手に対して、ただ黙って引き下がらないのがノムさんです。16ミリフィルムを使って稲尾投手の投球を分析し、どこかに癖がないかとフィルムが擦り切れるほど映像を見て稲尾投手を研究しました。そしてついに小さな癖を発見し、稲尾投手の攻略に成功したのです。ところがその次の試合では、稲尾投手がその癖を逆手に取り、ノムさんは抑えられてしまいました。2人の知略を尽くした戦いは1回1回の勝負だけにとどまらず、ノムさんを大きく成長させる原動力となりました。稲尾との戦いにはものすごく神経を使った、まさに頭脳野球だった。稲尾との戦いで俺は随分成長させてもらったよ。わしの野球人生にとって稲尾様様だ。神様仏様稲尾様とはよく言ったものだよ、と熱い戦いを振り返ったノムさん。一流は一流を育てる。戦後初の三冠王を育てたのは鉄腕稲尾和久投手だったのかもしれません。楽な投手。名捕手野村克也が捕手としてボールを受けた味方投手の中でナンバーワンと語るのは杉浦正投手です。現役時代の杉浦投手についてノムさんはこう振り返っています。サイドスローながら球威、コントロール、打者に立ち向かう気迫は群を抜いていた。普段の性格は穏やかだったが、いざマウンドというお山に登るや投手らしい性格が頭をもたげた。二人は同い年でしたが、テスト生から這い上がってきたノムさんとは対照的に、杉浦投手は野球エリート、立教大学では長嶋茂雄選手と投打の軸として活躍し、
当時の南海の監督、鶴岡和俊が自らスカウトしてきた逸材でした。そんな杉浦投手の持ち球は、ストレートとカーブの2球種しかありません。しかし、そのいずれもが魔球だったのです。ノムさんは杉浦投手のストレートについて、打者の膝元あたりの高さに向かってきた投球が、ホップして空振りしたバットの上を通過する。打者がストレートを待っているところに、ストレートのサインを出してもミートできない、と振り返っています。あるバッターが、杉浦投手の投げた低めのストレートの下を叩いて角度が変わり、ファウルチップとなって、ノムさんの喉を襲ったこともありました。それだけバッターがイメージした軌道より、はるかに上まで浮き上がる球威を誇っていたのです。ストレートが打てないなら、唯一の変化球であるカーブを狙っていきたいところですが、このカーブもノムさん曰く、キレが半端じゃないとのこと。右バッターが体に当たると避けたところから急激にブレーキがかかって曲がり始め、ど真ん中に構えたノムさんのミットに収まるほどだったと言います。捕手としては受けていて、それは楽だった。実際に私が打者として対戦したら、正直、打つ自信がない、と手放しの称賛をしたノムさん。残念ながら1年目から投げすぎた影響で血行障害を引き起こした杉浦投手。1970年に13年のプロ生活に幕を下ろしました。パリーグ初の投手5冠を達成するなど輝かしい成績を残したものの、怪我さえなければ、もっととてつもない大記録を打ち立てていたかもしれません。ちなみに、ノムさんと杉浦投手の関係は、現役引退後に悪化してしまったそうですが、現役時代は広瀬義則選手を含め、3人でいつも飲み歩いていたそうです。ノムさんが三冠王を獲得した際に、杉浦投手は、僕が言うのもおかしいが、野村くんという人間を一番よく知っているのは、僕じゃないかと思う。とにかく頭のいい男だ。そのおかげで、僕のピッチングがどれだけ救われたかわからない、と語っていました。今頃、天国で美味しいお酒を酌み交わしているかもしれませんね。分かっていても打てない。監督として数々の名投手を育ててきたノムさん。そんなノムさんが監督として起用した投手でナンバーワンに挙げたのは、ヤクルト時代の教え子、伊藤智仁投手でした。私が出会った最強の先発投手は、友だ。球がいい、テンポがいい、心意気がいい。体型は手が長く、まるで投手をするために生まれてきたようだ、と伊藤投手を絶賛したノムさん。中でも伊藤投手の高速スライダーは、ノムさんが60年のプロ野球生活の中で見たことがないというほどの魔球だったといいます。この高速スライダーの特徴は、ブレーキだとノムさんは解説します。カーブのように鋭角に曲がり落ちる高速スライダーは、肩関節が柔らかく可動域の広い、伊藤投手の体だからこそ生み出せる独特の軌道。腕も遅れて出てくるため、バッターのタイミングも狂わせました。ノムさんの下で1年目から7勝4完封、防御率 0.91 という驚異的な活躍をした伊藤投手は、怪我によって後半戦の登板はなかったものの新人王を獲得しました。後に国民栄誉賞を受賞する松井秀喜選手を抑えての新人王でした。実はノムさん率いるヤクルトは、ドラフト会議で松井選手を指名するか、伊藤投手を指名するかで大いに悩んだといいます。スカウト陣は松井選手を推していましたが、ノムさんは投手の頭数が足りていない状況を踏まえ、投手を取ってくれ。エース候補だけはなかなかいい素材と巡り合えない、と伊藤投手を強く希望。結果としてヤクルトは伊藤投手の指名に踏み切ったのでした。恐ろしいほど鋭く曲がる高速スライダーを武器に、1年目から活躍を見せた伊藤投手。しかし、この伝家の宝刀を身につけたのは意外にも遅く、社会人時代だったそうです。それまではストレートとカーブだけで、空振りを奪えるボールがありませんでした。それで社会人2年目の時に、先輩にスライダーの握りを教えてもらったのが始まりでした。と伊藤投手は当時を振り返りました。この伝家の宝刀が、プロの一流打者でさえ、分かっていても打てない、と唸らせる大投手へと変貌させたのでした。伊藤投手は引退後、高速スライダーの投げ方について次のように語っています。ボールの回転数を高めたかったので、
ツーシームの握りで縫い目に沿って人差し指と中指を置き、リリースの瞬間は縫い目を切るような感じで指先に力を入れていました。腕の振りはスライダーの方が強いのに、コントロールはストレートよりも自信がありました。あと投げるとき、目線を右打者の体に置くとアウトコース、背中の方に向けるとインコースといった具合に、狙ったところに投げることができました。右バッターの背中をめがけて投げて、ようやくインコースのストライクゾーンに収まるスライダー。本人のコメントを聞くだけでも恐ろしい曲がり幅であることがよくわかります。しかしこの高速スライダーを多投することによって、伊藤投手の体は悲鳴を上げてしまいました。2年目の春のキャンプでブルペン入りした際、右肩に激痛が走り、そこから長いリハビリ生活が始まります。それでも1997年にはリリーフに転向し、19セーブを挙げ、ポテンシャルの高さを見せつけた伊藤投手。しかしその後は何度も肩肘の痛みに悩まされ、2003年に現役を引退しました。ノムさんも怪我に泣かされ続けた伊藤投手について、溢れる才能からして重ね重ね残念だったと語っています。現在伊藤氏は古巣であるヤクルトの投手コーチを務めています。2021年には前年最下位に終わったチームの投手陣を立て直し、リーグ優勝と日本一に貢献しました。これは伊藤氏が現役時代の苦い経験も踏まえて、若手からベテランまでヤクルト投手陣をうまくマネジメントすることができた証です。ノムさんが認めた天才投手伊藤智人、今後はコーチとして次世代を担う才能を生み出してくれることでしょう。そんな姿を天国のノムさんも頼もしく見つめているはずです。